こんなところに。というわけで今日も始まります。リベンジ編ということで、前回も言ったんですけど、旧日本軍の連絡通路があったということで、またリベンジということで向かってるんですけど、前回水路で終わってしまったんですけど、今回は水路の先にあるトンネル、連絡通路行ってみようかなと思います。前回ね、全然場所が分からなくて、この崖を登って行ったんですけど、普通にこれまっすぐ行けるんですよね。一見ね、これ砂防ダムでこの先にあるとは思わないんですけど、実はあるんですよね。よいしょ。で、前回ねのはここで終わってしまったんですけど、この先にあるという話を聞きました。
ょっとなんか平べったい。こんなところに、あ、そうだ、あ、やべ、うわ、これか。うわ、これがあのトンネルということで、鳥取県側からはできたんですけど、兵庫県側からは未完成ということです。うわ、あの一番奥でね、止まってます。生々しく木がまだ残ってます。枕木のように木も残ってます。もしかしたらトロッコ列車みたいなのも通ってたのかもしれないです。で、この長さ430メートルずっと続いてるようです。非常に不気味な雰囲気の残る感じですけど、あの下の水路とはまた違った感じでね、もうまさにトンネルっていう感じかなと思います。で、やはり長年ね、ずっとこんなような状態であったんで、土とかもすごい詰まってます。もう、ね、すっごい立体感がありますね。こんな感じになってます。枕木とかいろいろあります。残ってます。こんな山中の中にあると、こんな感じです。どうでしょうか。本当に正確なね、情報がなかったんで、あのダミーじゃないですけど、そういう感じ、1回目来た時はそう思えたんですけど、いろんな情報をね、元に、ね、進んでったらありましたね。まあ、ただ、まあ、あの、徳良トンネルから左かな、左にずっと登っていって、で水路があるんですよね。その水路をさらに上に上がって、ちょっとあの土砂とかが巻き込まれてるあるところの右手にずっと行けばあるということで、で実際ね、結構ね、あの訪れてる人が多いようです。よっしゃ、今日はこんな感じで、ちょっとなかなか分かりづらいですけどね。ご視聴ありがとうございました。
というわけで、個人的に YouTube アカウント持ってます。旅日記的な感じで書いてますんで、ぜひ登録お願いします。すいません、失礼しました。この動画をいいと思ったらグッドボタン。おるいつも動画見てくれてありがとうございます。この動画をいいと思ったらグッドボタン、おるいとまでのブロックスライドチャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。